お笑いコンビ、麒麟の川島明がパーソナリティを務める東京 FM の番組、スバルワンダフルジャーニー土曜日のエウレカ、あなたの心を、ここではないどこかへ、をテーマに、ゲストの、心が動く、イコールエウレカ、思い入れのある場所、へと案内していきます。10月15日、土曜日放送のお客様は、山崎玲奈さん。ここでは、キャリアにおける毎大事件について伺いました。1997年生まれ、東京都出身の山崎玲奈さん。15歳で乃木坂46の2期生オーディションを勝ち抜きグループに加入。アイドル活動と並行して学業に励み、2020年に慶応義塾大学を卒業。同年10月からは、東京 FM の番組、山崎玲奈の誰かに話したかったこと、毎週月曜から木曜13時から14時55分のパーソナリティを務めています。豊富な知識と適切なコメント力を活かしてクイズ番組や選挙特番にも出演し、先にわたり活動する中、2022年7月に乃木坂46を卒業。現在は多方面で活躍しています。東京 FM の番組、スバルワンダフルジャーニー土曜日のエウレカ、ゲスト、山崎玲奈さん。クイズ、ラジオ、好きなことに注力するようになった、きっかけ、は、川島、番組の事前アンケートで、キャリアにおける毎大事件、を伺いしているのですが、9年半在籍していた乃木坂46では、最初の5から6年は挫折ばかりだったと。山崎、はい、私が在籍していた間も、シングルを結構な枚数出していたんですね。29枚目のシングルまでは在籍していたのですが、加入した時は6枚目のシングルでした。でも、1枚もシングルのジャケットに載っていないんですよ。兄弟曲も、音源で1回も歌ったことがないです。川島、そんな存在だったんですか。山崎、そんな存在です。下から数えた方が早い。川島、なんで、山崎、なんででしょうね。いろんな理由があると思うんですけど、それを5から6年、気にしていました。川島、そりゃそうよ。山崎、ファンの方が見たい姿じゃないだろうな、とは思っていました。もっとキラキラした、いかにもアイドルらしい姿を見たいだろうなと思っていたので、それを叶えてあげられないことに対する罪悪感がすごかったんですよ。川島、なんか、物事を俯瞰で見ていますよね。山崎、そうですか。川島、ちょっと冷静ですよね。ファンの方のために意識していたと。山崎、最初は、確かに劣等感もあったのですが、それ以上に、申し訳ないな、って思いが勝っちゃったんです。辞めようとしたり、就職しようかなと考えていた時期もありました。試行錯誤してやってみて、ダメだった特技とか跳ねなかったものとかもいろいろあったので、こんなにやったからもう無理だろう、となり、さあ、好きなことをしようと思うようになりました、わら。それで、日本史とクイズとラジオ、をやりました。川島、好きなものを尖らせていったわけですね。